マリナ、なめていいかちょっと <laughs> 冗談だよほらいやいいツンデレだねまだまだ教わりたいことがたくさんあります俺はお前に期待をしているただそれだけだ教えて道場教官頑張れ手塚くんいやー。 いいももん聞かてらったこれは皆さん誤解しないでください。これやれって言われたんです、これ、本当に。やれって言われて。お前、俺、自発的にでしょ。ズリー、お前、ズリー切ったれ。俺、フォローするお前フォローするからやってやってって今言ったじゃん、休憩中に。は、なのここいつ、ずりーマジで。作家もグルンだってるさ。大丈夫、大丈夫、俺も言うからとかって言ってるさ。何がお前、こんな説明するよ、ちゃんと。今、今、ちゃんと仕事してんだから。こんな説明より、今の俺がなんで言ったのかって説明をしてくれよ。いや、それは前のが。 はい、どうしても舐めたいっていう願望を<違う> <laughs> 違うこれ違うんだよこれね出してたんですよついに <laughs> もうね関東図書記事公開まで行ってたことがってんだよ、ね、ついにここで「わなだよかなっ,っ,って、ね、言われたから言ったんだよその割にお前ずいぶん嬉しそうな笑顔をあくべているじゃないか、まあまねまあ、ちょっとまあな、うん、いろいろ想像したんだろ まあしてなくはないけどいや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 ,いやまあこれ CD だからなお前、うん、CD で電波に載せるんだったらわけが違う違うよ残っちゃうようそうそう残っちゃうからそうだよ今ネタとしてまあね まあねはいということではい <laughs> はい、はい、これはどういうコーナーですか鈴木くん今更さらフォローしても何もすべて後の祭りっていうので <laughs> どういうコーナーですか鈴木くんうんこれはねまるくんが演じている道場あつしといえば共感なんだ共感、はい、といえば僕たちに正しい情報を教えてくれたりいろいろな見本を見せてくれる存在だよ<お>ということで、うん、道場を演じてくれている前のくんにいろいろなことを教えてもらったり、はいろんなことの見本を見せてもらっちゃおうっていうコーナーですそしてその教えを生かして手塚を演じている鈴木くんにもその無茶 ぶりにきちんとチャレンジしてもらおうというコーナーです。そう略してはモリモリクッキングって言います。<laughs> そうですね。<う>これを掲載入りそうな匂いですけど、<laughs> 大丈夫ですかねここは。あ、はい、じゃあ,あなんなんだろう違う風に言った方がいい。いやいや別にいいと思うギリギリクッキングって言った方がいい, <laughs> い,い,いよ。パチモンっぽいから。普通にやるよ普通に。えー、なんか言おうぜ。<laughs> ギリギリクッキング。 始まりましたはい始まりましたさあギリギリクッキングのコーナーです大人気のこのコーナーはいほんとに今日は一体何を作っていくのか,ってかそして何が生まれてくるのかと <laughs> このカオスな状況を一体どういうふうに収集をつけていくのか何もかもが見切り発車いや名言だ名言。<laughs> 面白い今の名言。もうちょっと溜めてみた何もかもが <laughs> 見切発車 <laughs> 素晴らしいですね <laughs> いいですねこの大人気の大人気ないと書いて大人気あそうだびっくりしたい <laughs> <laughs> もうこのコーナーでございます,いすもう本当に頑張っていきましょうね大人気ない今回はですねもう完全にもう俺も前のもうメールを見ておりません、うん、お題見てないんだよねはいそしてこちらに来たメールはその番組終了後にももう番組やってねっつってんのにしつこくしつこく送ってきた、うん、<laughs> そういうこと言うなよ <laughs> いや、ありがたい素晴らしいリスナーの方だ。素晴らしい、ありがたいリスナーの方々そちらの方から厳選させて選ばせていただきました。えこちらはですね、えー、図書館ネーム、コロンさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。ます道場教官なんだ助けてくださいどうした歯が痛いけど歯医者さんに行きたくないですなんだただでさえ痛みで凹んでいるのに、なんでこんなになるまで放っておいたのとか怒られるし、精神的にも凹みます。うん、なので、道場教官。 もしも自分の彼女が歯医者に行きたくないとごねてたら何て言って説得しますかそれともしも道場教官が歯医者さんだったら何と言って患者さんを安心させますか教えて道場教官って来たいや来たのはわかるけどうん まあ難しいなこれはこれ難しいな俺さ歯医者さんって全然行ったことがないんだよ俺あんま行かないんだよね俺虫歯ゼロでさすごいなでなんかねすごく虫歯ができにくいんだって何千人か何百人に一人ぐらいでいるらしいんですけどだから俺現場とかも何もなくって歯医者さんに行った時があるってあの歯石を取るっていうやつを体験してみたくて行った時以来ああそうなんだ全然ないからあと親知らずあるかどうか調べるだけああ でもいるらしいからね、そういう方も歯磨焼きとか全然しなくても、まあ、そういうことないんだろうけど、なんか大液がね、なんかあれらしいよ、やっぱり。強い人は、強いができにくいらしい。俺、溶かすのうん、みんなそうみたい。金を溶かすらしい。お前、溶かしちゃうわ。なんて意味やわかなそうそうそう。金をね、お前を骨の髄まで溶かしてやるよ。報告しまーす。お前、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 めっちゃ溶かすからさ。ちょっと いいね。いいね。<laughs> いい日だ。いいですよ。いい日だから今日カニ玉。<laughs> 古いよ。さあ、<laughs> このネタ何がわかるかな。えー、自分の彼女が歯医者に行きたくないってごねてたら何て言うかと。それと、彼女道場自体が歯医者さんだったら、 なんと言って患者さんを安心させるかとこれなんで二つお題が二つなの <laughs> <laughs> お題二つになってるお前それコロンさんに対するお前挑戦状か <laughs> いやいや,おいや今気づいたんだかあかんってそのファミコンのソフトみたいなことした今箇条書きにして気づいたんだけど <laughs> なんでそう質問が2つなのかな <laughs> <laughs>、うん質問が2つなの そんなの今までのいろいろいっぱいあったろあっあった,あったいっぱいあったじゃねえかそんな一つにとどまらなかったろ <laughs> 今までだって <laughs> あったけどさそう個とも言う感じになっちゃうよねこの流れだとそうだよいや無だから難しいなと思ってじゃあ一つずついくえ,え彼女が彼女が歯医者さんに行きたくないってごねってたら何て言って説得するっていう方をまず最初にやろうか、うん、じゃあ道場教官が自分の、うん、道場教官の彼女が さんに行きたくないってごねてましたさあ何と言って説得しますかじゃ行くよ321イエーイアホ歯が痛くて困るのはお前だけじゃないんださっさと行ってこいはいなんでだってチュできないじゃんおい行っちゃったいねえだって彼女ってことはまあつまりはね笠原さんなわけですからねうんそうですよまあ多分彼だったらそう言うんじゃないかなとは思いましたあそっかそっかそっか 歯医者さんなもう手塚は降りてきてますか全然降りてこないどうし大丈夫だよタツは瞬発なんだ、瞬発型だからね瞬発瞬間的にさスプリンター的なスプリンター的なもうガゼル型みたいなそう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 もうすごい前傾姿勢で走るぞみたいなだから多分瞬間的にきっとできるはずだマジではいじゃあ彼女が歯医者に来たくないそこで手塚くんはこう言いますよはいいます3 2 1バカちゃんと行かないといけないだろう。 分かった一緒にいてずっと手繋いでてやるからそれだったら安心するだろそれじゃあダメかフフフ まあいいんじゃないですかこれダメかいいんじゃないですか俺の最大限に考えてこれだったいいんじゃないですかうん奥手だしと思ってまあまあまあありといえばありな気もしますねそうだねさあ今回はですね判定数係のまあすごい希少な女性スタッフがまだ数人いたんですよ今までは3人いらっしゃったんですそれがなぜか今日に限っては1人しかいませんおかしいな何が起きたんでしょうね 嫌われたな、俺な。うん、ちょっと、うん、もう見切りつけられたね。もう、あ,あと、あとですごい、ちょっと枕鳴らそうぜ。うん、ちょっと、あとで反省会しようま,たじゃあ、うん、まあ、そんな中ですね、はい。そのじゅ女性の方とですね、今回は、はい、うちの D と P が、はい、まあ、要するにディレクターとプロデューサーがですね、はい。一緒に入ってですね、はい。もうこの二人が本当に女心を分かってるのかっていう、まあ、疑問点はさておき。<laughs> <laughs> <laughs> さて大きいですね。確かに。そこら辺はさて大きいですね。まあ、はいはい、まあ。判定してもらおうと思いますので、はいはい、ぜひぜひと公正な判断をしていただきたいと思うんですけども、はい、さあ聞いてみましょう。えー、まず、え、先手、えー、前の智明、<laughs> まあ、イコール、道場教官ですね。道場教官がやった方が、あ、はい、俺はちょっと来たなって思う人は、お手を挙げてください。どうぞ。 ちょっと待ってもう来たいやまだ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 早い早いからまだまだちょっと待って何あげた三 ?3 人しかいないんだけど2人あげたよおかしくねいや分かんないもしかしたら2回あげるかもしんないあそうそうそうそれがあるかもしんないなそれ回は言ってないからじゃあえ後手手塚ふんする鈴木がですね手塚ふんする違う鈴木ふんする手塚がですね行った方が良かったよって思った人はお手をあげてくださいどうぞあすげ二2人上がったということは2対22対2 サドンデスでございますそのサドンデスがここで決まるんだ <laughs> うまいなあ持ってき方がもしも道場教官が歯医者さんだったら<が>そして手塚が歯医者さんだったら俺これ考えてなかったなさあ行こう道場教官が歯医者さんだったらなんて言ってか患者さんを安心させますか教えて道場教官321あなたのためですよもう少し我慢してくださいあいついや道場といえば普通だよ <laughs> <え>いや他の女の子に対してはね <laughs> まあ女の子でも帰らないからねああ<ー>、うん、そっか男もいるわけだからそうそう,そう安心させるっていうそういうムーションだったわねああじゃあめっちゃ好みの女性が来ました道場、うん、教官が歯医者さんだったら何と言ってかんかんそのめっちゃ好みの患者さんを安心させますか教えて道場教官321おいおい,おいはい 前の字は絶対出てこないセリフだよな。出てないね。絶対言わないね。絶対言えねえな。ああ、ないな。ないな、絶対言わないな。ああ、すごいな。はい。じゃあ、俺行こうか。大丈夫うん。いいよ。もう降りてきた、降りてきた。うん、大丈夫。もう瞬発、俺ガゼル型だから。はい。わかりました。はい、じゃあ、ガゼル型って何かか。いきますよ。はいはいはい。自分が歯医者さんだったら、手塚はこう言います。3、2、1。大丈夫ですよ。僕を見ていてください。 そしたら、すぐ終わりますから。あ、あの、手とか握ってた方がいいでしょうかそうした方が安心するのでしたら、かめま、<laughs> 俺は、俺は、でもやっぱね、長くやるべきじゃなかった。途中でちょっと疑問符に疑問を持ったんだ。<laughs> <laughs> 疑問に思ったやべえ俺投げと思ってこれは墓穴を掘るって思った瞬間に掘ったああちょっとやっぱり動揺がね出るからねお芝居にはいや今のありだあかんわ俺はアイスクライマーになれんかったショックやわいややっぱどんな名選手でも途中でねつまずいたりはするからあったな俺一番初めてこんなにへこんだなで、こんだけ失敗したのは <laughs> 図書記事やってて初なのにそれが CT ってどうよ全部残っちゃう本当、俺すげえおいしいところ行っちゃったなもういいよ手挙げなくていいよ俺の負けだ負けたいじゃあ勝っ,た勝った前のはちょっとそのゴールデンフラックスからちょっと聞いてくれ今回はですねセンブリちゃんとかいろいろブレンドするものをですね勝者がねもうすでに あのありますので、それでくじを引いたものをどん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 ブレンドしていくという新方式を取っておりまして、我々の体に全く優しくない感じでございます。はい。エンドしたいか何？あ、これです。最悪や。あ、見えた。最悪や。豆乳ですね。豆乳と何を混ぜる？豆乳とセンブリ茶が混ざるってことでしょ？あのね、俺ね、あかんだろう。あんま言いたくないんだけどね。この番組でこういうことをやってから他のところでもこういうことやらされる。 <laughs> なんかもう前のだったらなんか伸ばしても平気だからみたいなやったやんお前バラエティファンについに昇格みたいなそういう配属バラエティファンですそうなんですかみたいな感じになるんだよねいつもねそうなんですみたいな <laughs> 感じだよねいやいやいや断言はしてないけど力強くいきますよ力強く断言ですよ <laughs> これどうすんのこれ これは後で、まあ、今回何千回やりますので、そのやった上で。今は飲まずに、一番最後に、えっと、勝負が決まった上で、敗者が飲む。マジで。俺じゃ、二敗したら、これが俺飲むんじゃんね。そうだね。意味わからん。お前さ、今までさ、意味のわかるようなゲームを、これ、この番組でやってきたか?。やってきてないな。やってきてないだろそういうもんだ。さあ、行こうか。お、今回女性が多いですね。誰だ。 えー、図書館のネーム、くるるさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。道場教官に教えてほしいことがあります。なんだ今度、うん、初めて彼氏とデートします。<う>そこですごく悩んでいます。何をだ。それは、うん、どんな下着をつけていくかということです。何万が一を考えて。まあ、万が一なんですけど。<laughs> どうしたらいいんでしょう。<laughs> あんまり派手なのをつけていって。<laughs> 遊んでいるように思われるのも嫌だし、地味なのをつけていって、色気がないように思われるのも嫌だし、道場教官だったら、初めてのデートの時、どんな下着をつけてきてほしいですかこれは別冊図書館戦争を読んでください <laughs> そうですよね。一応読んでください <laughs> そうですよね。書いてある <laughs> 書いてありましたね。やばいはい。はい。スポーツブラだった。<laughs> <laughs> いいよほら言ってんじゃね。ネタバレすんなよ。<laughs> まあね俺だって今作品のこと言ったわけすね別にそのやましいことなんて言わないえそっか別冊読んでくれればねこれ分かっちゃうよな大元のあれはなあそうだなじゃあ前のがえっと初デートの時にどんな下着をつけていてほしいかとそれを教えください すぐに思い浮かんだよな。三二一。白だったら何でもいいよ。いや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 。要は要は大事ですよ。皆さん笑ってらっしゃいますけれども。それは大事ですよ。これは。それはあるな。でもね。俺もね、すぐ思い浮かんだんだ。はいじゃあやってみよう。はいじゃあ鈴木君だったらこう言います。三二一。パッドとワイヤーが入っていない包み込むだけのブラです。 お前それはちょっと要求高すぎないいや高くねえ高いよ全然高くねえ高いよそれは触った時の柔らかさといったらもうたまんねえぞだってワイヤーが入ってねえんだからあの硬い感じじゃないんだよいやそうだけどそうだけどいやでも大概入ってるもんなんじゃないの大概入ってるんだけど俺ねこの間ねたまたまなんかのね番組でねなんか見たんだよね何の番組テレビでああテレビかそうそれで見てた時にワイヤーが入ってないブラとかもあるってあるっだて マジでわかんないね男性にはそんなのあんのかとと思ってですねすごいあるんだ実際に下着売り場に行ってみてですねそれなんかの企画とかですか違う個人的好奇心ですこれ変態だろれはあんのかなっていうのだけ証明したいと思って見てきたらあったあるんだあるんだよこれがすごいねびっくりしたでもなんか無性に恥ずかしくなってすぐに帰ってきたけどいやうん そういう調査に行ける君がすごいと思う。いや、だって気になったものはすぐにさ、調べないといけないじゃん。いや、まあそうだね。それは別に、あの、エロに限ってのことじゃはございませんよ。それはもう全部調べていきますから、もう。それはあるから。すごいね。これは、これはだってあったらね、触った時にさ、別にまあ、積み込んではあるわけですから、スポーツブラと同じような感覚ですよ。そうですね。でも、柔らかい。そうなんだ。 いやわらかいって俺も言ってたけど。だけどった。っかのほて言うてるけど想像ですまあですよね。でも想像が今現実のものになっちゃってましたでもやわらかいよ絶対いやじゃ今度ね機会があったら機会があったら触ってみたいですねねえ何を言ってるんだろう誰のいや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 誰のとは言いません誰のいやそんな誰の この人か。やめろってばか、お前。お前、やだ。この人か。いや、どっちも。はいはいはいさあ、ええ関係者の方々に判定してましょう。今のは、ちっとしてくれ。ちょっとしてくれ。前のが良かったと思うましら、交通つけがたい。はい、えー、3です。はい。じゃあ、俺が負けました。まだ分からない。二回あげるかもしれない。2回あげるかもしれない。じゃあ、鈴木が良かったと思いました いないなちょってねえお前負けやしワイヤーついてねえやつって絶対いいと思うんだよだってしかもパッドがねえんだぜ自然なままの大きさそうだけど嘘のない嘘のないパイいやいやまだ普及してないからそんな多分さ普及されてないからきっとイメージしにくいんだよやっぱりそれがダメだったな色でいくべきだじゃちょっと前の引いて俺が引くのかうん ななんかやだな俺が最後飲むことになりそうな気もするし。そんなことだねえよ。何あ、出たーあ、来たよ、漢方来ましたよ、王道。うわー、この漢方を混ぜるわけですね。これ、用意すんのも大変だね。ちょろちょろって。ちちて。いやおしっこみたいやんけ。正<れ>水の音がしましたけども。<laughs> 本当にもう。<laughs> キング・ジョイスティック・シャワーみたいな感じになっちゃうからね。<laughs> <laughs> ああ、こういう番組でしたね、そういえば。今日も <laughs> 俺、なんでこうなっちゃったんだろう。こういう番組でしたよ、これは。おかしいな盛り上がってまいりました。今更ながらさ、振り返るけど、どうしてここ来ちゃったんだろうね。全然作品はこういう風潮じゃないんですよ。あんなに、あんなにドキドキする。素晴らしいですやきもきする。ラブコメ作品なのに。その延長上がここになってしまったんでしょうかね。何かうっぷん溜まってたのかな。あ、かもしれない。 当時はやっぱいろいろあったからね2人ともなあずっとまりなちゃんとみゆきを見てたからなそうだねある意味ねはいなあ恋焦がれて恋焦がれて全て打ち破れてそうだなあ切ない思い出だった切ないですよだからその思いをサンプラーに込めてるんだけれどもうんまあだからかね会いたいよ会いたい みんなにだみんなにみんなにちょっと待ってお前それ今素だろ素です素だけどな会いたいよ俺みんなにね会いたくないのかじゃお前はお前みんなじゃなくて確実に今二人のこと考えたのなじゃねみんなみんなでもっと言うならマリナちゃんだろう違う違う違う限定してだってお前一番最初にさ今日打ち合わせの段階でさ入ってきた時にいや最近マリナちゃんと会ってないんだよって 俺何も聞いてないのに話し始めたからね<や>、こいついい。この間、沢ロさんとはね、別のお仕事で一個一緒できたから、うん、でも、まりのちゃんとはなかなか会えないなーっていう、そういう意識があったのよ。だから聞いたの。パツ、うん、は合ってんのかなーと思ってね。<laughs> <う>決して別に特別なね、そういうなんかあれがあったわけではないよ。あ<ー>うん。でも舐めたいんでしょ <laughs> いや、飴をね、飴は舐めたいな。あ<ー>うん じゃあそんな感じでまたやってみればいいじゃん。やだやだ、絶対またなんかはめられるからやだ。早く次やろうよ。はめられる次やだから、お前がさ、そういう、なんかね、お前のその策略に。はめたいの違う、バカじゃん。お前バカじゃねえの、マジでお前。はお前バカじゃねえの、マジで。はこれ CD だよ、CD。そうだよ。分かってるの分かってるよ。コンパクトディスクですよ。いや、そうですけど、ネットとは違うんですよ、これ。なんだったらコンプリートディスクですよ、ある意味。まあ、そうだね。まあ、そうです。すごい勢いでの CD ですよ。やめましょうよ、もうこういうのはね。本当に、 なんか避けたがってるから次やろや、うん。うちのお母さんも買ったりするからきっとこれ。うちのお母さん買うからねさあ。もう一ついこうかな。はい、次は男性かな。お男性だ。来たぞ。はい、ええー、タシュンネームバロンさんからいただきました、はい。ありがとうございます。ます前野さん、鈴木さん、こんばんは。こんばんは。こんにちは。おはよう。<laughs> いや <laughs> 全部言うだなう。うん。うん 最近友達が結婚したのですがもし自分が彼女の親に挨拶をする日が来た時何を言えばいいのか分かりません教えて同情共感自分が彼女の親に挨拶に行く時ああ自分が彼女を早水で人なのお前何考えた何考えたいそれは話だろ絶対にお前は何をしとんねん本番中に あのなんかグリ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 ティッシュ入れやがってじね。本当にいつも下の方にしか使ってないくせによお前やめろってそういうのたわえ <laughs> 道場教官がえ自分の彼女の親に挨拶をするときが来たときんて言うのでしょうか321、yeah! 道場あつしおいです <laughs> お願いします <laughs> お願いしますはい、えー、次は俺のターン俺のターン言えなかっただけだろ行くぞー次があったのに <laughs> さっき俺はそれで続けれなかった、はい、じゃあすいま,ませんでした <laughs> はいじゃあ手塚が彼女の親に挨拶に行きますよ、はい、3、2、1 2> いやいや手塚ひかと申しますあの娘さんを必ず幸せにしますからぜひ 結婚を前提とした交際を認めていただきたいのですかよろしくお願いします。これどうだよまあ、まあ台本通り。あ, <laughs> あまあ台本通り。なん <laughs> じゃそれ。いやいやいや、まあいいと思いますよ。いいと思いますよ。<laughs> 噛んだ人に言われたくないね。<laughs> <laughs> お前もさっき噛んだじゃねえかよ。<laughs> もうこれはもう自動的に俺の勝ちですよ。そうですね。じゃあ、選んでください。はい。 というわけで3戦やった上でですね3戦3戦目に俺が勝ったので飲むのは前のですはい絶対こうなると思いますよ絶対この流れくると思いましたけど最終的に混ざるものは黒酢が入りましたそうはいかないはい黒酢一丁入りましたそうはいかん何がちょっと向こうの意見を聞こうあわこれすごいねは何がブースの意見を聞こう聞かねえ聞きましょう。聞かない俺は聞かないあほらほらほらえ最後の一問だってほら来ましたよ。超やりたくねえ 救いの神が来ましたよ最後の教えて道場教官そして頑張れ手塚くんでございます、はい、え最後になりましたら図書館ネームミラルンさん女性の方からだきました、はい、い,まいつも彼と設定を決めていろいろと楽しんでいます <laughs> <laughs> ちょっとごめん先生と生徒上司と OL <laughs> 患者とースなど大体の設定はやりました 何か前野さんいえ道場教官おすすめの良い設定があればアドバイスをくださいいやこれ今度ぜひ試してみます。ていや待って待って最終的にはとってもいいえ、何質問というか教えてシリーズが来ましたよ何をやってんのそれその人そしてケーズ入るだら、それたか 入っちゃったけど。いやわかんないよ。家庭教師とかかもしれない。かだって先生と生徒だろ。ああそうか。上司と O.L. そう患者とナース。そうか。難しいな。何を思い浮かぶよ。お前がいつも見てるビデオだろ。お前お前何言ってるバカに。じゃ見たことないの？うん中はないけど。中ない。この中だったらどれが一番燃えるよ。もう一回言って。先生と生徒。ほうほう。上司と O.L. 患者とナース。いや一番最初かな。 先生と生徒。はい、俺上司と OL だな。ああ、お好みがざっくり分かれましたね。分かれたね。はい、これぞザラジオって感じだよね。そうですね,ね。いいね、こういう意見の相違があるからかとか、ね、そここのパーソナルが出るからね。そうなんですよ。ちなみに潤平はどれ <laughs> お前、作家さんにそんなこと言わせていいのあ <laughs> あ、潤<ー> <laughs> 平も先生と生徒でございました。<laughs> 気持ち悪いぞ、潤 <laughs> 平さん、ちょっと。<laughs> <laughs> 気持ち悪いですね,ね。普段じゃ絶対こういうことなんてないはずなんですよね。よ CD だからこそ。ね、さあ、おすすめの良い設定などがあればアドバイスください。良い設定か。それじゃあ、もうね、道場教官って書いてあるけど、これ、前のんですね。お、うん、前のおすすめの設定があれば教えてください。うんうん、ぜひよろしくお願いします。3、2、1。<laughs> <laughs> いやこれはるでしょ確かにこれは憧れるパターンですよこれは確かにほら俺妹がいないからさお姉ちゃんはいるんだけどやっぱり下に甘えられるってことがないからねあるのかもしれないそういうほ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 う俺はもう決まってるよほんとにもうすべてはここに集約されてると思ってるこれまでの何十分かはもうここに集約されているすべてが集約されている気合い満々ですね満々ですよこれいきますか鈴木さん はははいいいいいいっっっちちちゃゃゃままますすすかよよでは鈴木さんの答え3・2・1自衛官の上司と部下いやまあそれも俺も言おうかと思ったけどちょっとねもしくは図書館員図書館員の上司と部下こいつバカだいや俺それ言おうかと思ったんだけどねいやなんか言っちゃったら二世と一師バカお前クらいはーに言うんじゃねえよバカ限定されるだろこれだろ まあまあ、まあ、確かにまあなまあ何をするかは言ってませんからねまでも、うん、まあそういうのは確かにいろいろあるかもしれない。何すると思う まあ銃の撃ち方とかねうう <laughs> ちょっと待ってお前 <laughs> 先生と生徒の設定でさ銃撃ってたら危ないだろ俺だからね決してそっちのなんていうの夜の営みの方じゃない方に持ってきたいのよいやこれ完全に夜の営みだろ <laughs> 夜の営みじゃないって言ってくれよ一番最初のさ一行でさ彼と設定を決めて色々と楽しんでいましたからね <laughs> 色々になんか集約されすぎちゃってさ何だよこのラジオおかしくなっちゃうよ <laughs> 本当にね ですよね, <laughs> ね。ですよね。いやいやねさんそうですよ,ですよ本当にね。でもそんなの別に嫌いなわけじゃないんだよね。ですよね。じゃあちょっと判定していただきましょうかね。はいえー、じゃあ先手、えー、前のが言った、えー、設定がいいなと思う、えー、スタッフはお手を挙げてくださいどうぞ。 え、なぜえぇー。絶対、鈴木がいった。じゃまだわかんねえよ。そんなの。そうそうそう。えぇ設定が、これ来たぞと思った方は、お手を挙げてください。どうぞ。早いね。ずるいよずるいよー。イエずるいよなんか、ちょい、ウィナーー。絶対なんか相談はったもん。はい、ウィナー。絶対あれだよ。ちょっと腕、やっぱりね、作品に触れた鈴木の勝ちにしようみたいな。おーい。絶対あったよ。おい。 <laughs> 前の2話ですねいやだよこちらのあそうだまだ最後にブレンドできるんだよな俺,が俺漢方と豆乳選んだのになんか自分で首絞めてんじゃんこれ意味わからんいい,いいじゃん <laughs> そこに これ混ぜな、あ,あ、混ぜなくていいや。キング・ジョイスティック・ゴールデンショー・シャワーやだよやだよさ、すげえなんでこれシフすすげえ、あのね、のどのくらいの量が今入ってるかと、えー、思いますとですね、皆さん、あの、ファーストフード店、よく行かれる方もいらっしゃるでしょうし、学生の方なんていうのはね、切っても切れない関係だと思います。うん、そちらの方で、<laughs> <せ>あの、すいません、M サイズのコーラくださいって言った時の、M サイズの、えー、量です。これは飲めないよ。 これてるこれ飲めないよこれはあほんとちなみに混ぜたのは漢方黒酢豆乳センブリとなっております心の準備はもう存分にさせてあげるあとゲロバケツ持ってくるんすかしかもそうちゃんと洗面器も用意してあ大丈夫何が起こっても大丈夫ウれットティッシュだってじゃこれマジでこれ一気は無理だってこれ M サイズは M サイズ一気無理だよこれ これ一気は無理だこれ。一気は無理か。あしゃ喋れなくなっちゃうよこれ。本当？ええ。じゃ飲んどこ。なってんだお前。ふざけんだ。いやじゃちょっと飲む。うん。じゃええマイル君。くせくせマジくせ。強烈にくせ。心ゆくまで飲んでください。それではどうぞ。うわやべ。お。うわこれやべ。カセないくらい。カセないぐらい美味しくないこれ。 まあバズゲームですからこれやんといていっきいやバズむい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 む一気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 一

テンションがものすごい勢いで。これマジダメだね、これね。すげえ。これから先、検閲だらけの音がいっぱい出そうですよ。ね。ものすごい出そう。あー。なんか今、目がチカチカしてる。目、チカチカしないする。するよね。なんかさ、なんでこれ、徹夜明けじゃないのに眼球こんなに痛いんだみたいな。ー、気持ち悪い。だんだん、二人ともすげえ普通の炭、テンションになってきた。ちょっと閉めとこうか。ちょっと帰ろう。 以上、教えて、道場教官頑張れ、手塚くんのコーナーでした